よっしゃ、でっかいの食ったわ。お、食ったわ。よっしゃ、よっしゃ、来たね。うわ、半端ね、マジですげえ。もう震えとるすもん、体が。はい、おはようございます。岡山のチョッパーでーす。イエイって感じで、高山ダム、リザバの上流域ですね。下流に橋があって、ストレッチが続いてて、ここアウトサイドでぐるーっとインサイド側からアウトサイド側全部狙えるような感じで、右手に岩盤控えてて、でこちらですね、左手あのインレットも控えてて、そのアウトサイドずっと対岸まで狙っていけるんで、ちょっとまずはこういうエリアからチャレンジしようかなと思います。ビーバーのフリーリーグですね、2分の1音声やってみます。こんな感じですね。まずね、フリーリーグ2分の1オンスから始めることが多いんですけど、まずね、シンカーが着底してワームがね離れてホールするんですよ。シンカーが着底してワームが離れて落ちていって来たんちゃう？うわ、石ですかね。流れにこうシンカー入って引っ張られたみたいな形になってましたね。今思いっきり合わせてシンカーとはまた跳ねたんで、これで食うかもしれないですね。あー、ゴリ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 、これすごくないですか、このゴリゴリ感、ゴリ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 って。これ重いシンカー使うことで飛距離も出せて、エリアのスポットに対して明確に入れやすくなって、でさらに根掛かりしづらいんですよね。これフリーリーグのメリットですよね。で、そのドライブビーバーの 3.5 インチを今使ってるんですけど、このギュンギュンバサロアクションを縦のフォールでも使えて、シンカーと離れてワームが落ちたファーストフォールから追従する形になるんですね、シンカーにワームが。その時に横のアクションも使えるっていうのは、なんていうんですかね、一つのワームで、一つのリグでいろんな誘い方もできて便利ですよね。なんでね、僕このフリーリーグかなり愛用してます。はい、この本流の水がクリアで、インレットの周りの濁りがこう入って、この辺の魚が騙しやすくなってくれたらいいんですけど、結局厳しいっていう、このリアルな現実が。お、よっしゃ、ドライブビーバー、これめちゃくちゃでけえっすよ多分。よっしゃよっしゃ、おほほほほほほ、めちゃくちゃじゃねえすけど、いいの来ましたね。よっしゃ、やったぜ、来ましたね、ビーバー、やったぜ。今ね、2分の1オンスのフリーリーグに、ドライブビーバー3.5 インチゴーストシュリンプですね、はい。で、インレットがあって、このインレットの、ね、流れが本流とぶつかって、そこに濁りができてるんですよね、反転流で。でそのエリアの、浅い方を投げてて反応なくて、ちょっと深い側に入れて、ロッドバックで引いてきて、こうズル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 で、まあ持たしてる時にゴンゴンゴンって入ったんで、
いったー思ったら今の魚でしたね。いやこれで追加できたらさらに気持ちいいんですけどね。本当にあの2分の1オンスにあのこだわって使ってるんですけど、重いってだけで2分の1オンスっていう重い進化を使ってるってだけで、この地形把握が自分の頭の中ですごいしやすいんですよね。これ軽いのだったらなんていうんですかね、まず落ちるに時間かかるんで、よりゆっくり丁寧にこのエリア、このスポットを釣りしないといけなくなると思うんですけど、この2分の1オンスのフリーリグの進化を使ってドライブビーバーとか食わせ能力の高いワーム使うことによってエリアのサーチっていうのが圧倒的に速くなるんで。お、食ったわ。よっしゃビーバー、ほほー、ちょっと可愛くなりましたけど、やりましたね、ドライブビーバー。来たっすね。よっしゃ来たぜ。ふふふふ。イエイ。やりましたね。お、なんか出た。これ見てください。ベイトっすね、完全に。このサイズの口から出てきたんですけど、こういう小魚食ってるやつでもドライブビーバー、フリーリグで食ってくれるっていう。これ、よいしょ。気持ちいい一発ですね。ドライブビーバー、ドライブビーバーはドライブビーバーなんですよ。マジで釣れます。あたす。中流の橋がね、見えるエリアのちょっと下に、もう見るからに釣れそうな木があるんで、ちょい置きにね。懸垂したら沖のストラクチャー、なんかそんな感じですね。うわ、ほら、食ったっしょ。やばくないですか、マジで。今もうロッド滑るぐらいゴンって食ったっすよ。めっちゃ引くし、ドライブビーバー3インチのよしのぼりからです、これ。あ、マジっすか。よいしょ。いや、マジですげえわ。お、連発ですよ、ガチで。ほら、来た。やっば、めっちゃサイズ下がったけど、マジでやば。食いましたね。 HP シャッテール完全に漁師モード入ったっすね。またそっち行けん、そっちダメ。うわ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 、よう引くな君。さあどこで取ろう。どこで取ろう。いや、 HP シャッテルマジでやばいわ。よいしょ。イエス、出すわ。カラーちょっとないんで、ネオンワカサギにしたらちょっとファットな感じですね。嬉しい一発ありがとうございます。
よっしゃよっしゃ、食った食った食ったっすよ。ここ入っていいわ、俺でっかいの食ったわ。食った食った、頼むで FC スナイパー。うわうわ、やったぜ、やりました。 HP シャットテール、これはでかいでしょ。ひょいっす、くっ、アドレナリン全開っす。風マジでベホマっすね、元気なるわ。はい、いやこれ結構今これいい感じっすよ。よいしょ、ベホマ言い過ぎっすね、ベホエミっすね。 HP80 回復ってことで20だったから100っすね、マックス200っていう手で今半分ぐらいっす。はい、ピンチには変わりないです。いやいや、だってこれ何度っすかマジで。よっしゃ来たね、でかいやん、やっぱりほらほら、めっちゃ走ってるわ、やばいな。俺行ったで、見せ場を作るな、チョッパー。俺丁寧に行くっすね、ゴーストシュリンプに変えたら食いましたよ。うわっ、よっしゃやったぜ、マジで来た、これやばくないですか、ドライブビーバー、くー、マジでいった、モンスター半端ね、マジですげえ、もう震えとるすもん体が、くふー。はい、お疲れ様です、高山ダム。いやー満喫しましたね、中流の橋の護岸沿いで、はい、一発、HP シャットテールのジグヘッドでいいの入って痺れましたね。で他のエリアも入ったんですけど、ちょっと高山でもね人気なフィールドなんで先行者多くて入れなくて、そっからあの上陸に移動してドライブビーバーのフリーリグが、はい、炸裂してくれましたね、はい、なかなかね、減衰進んで今の厳しい高山ダムのコンディションでクオリティのある一発が見せれたっていうのは個人的に嬉しいんで、はい、またね、高山ダムすごい魚もいて、厳しいんですけど、楽しいフィールドなんで皆さんもいろんなルアーでまたチャレンジしてみてください。はい、本日はありがとうございました。